諦めました。さすがに間に合わなかったです。こんばんは。明日は休日ですね。嬉しい嬉しい。休日っていいですよね、本当に。休日大好き。急な告知になってすいません。いつも急なんですけど、いつも大体急なんですけど、今日はそれよりも急で、30分前とかだったよね、告知が。びっくりびっくり。コンシーラーがないぞ。あった。見てください、これ。ニキビができちゃったんですよ。みんなに見せるやつじゃないんですけど、だからちょっとコンシーラーで乾くそう。ほらすごっ。あ、ちょっと見える？ほら、おお、見えなくなったし、バレないバレない。最初の70人くらい以外にはバレない、ニキビがあったことを。みんなが言わなければよ。みんなが言わなければバレん、きっと。まだね、アイシャドウしかつけてなくて、アイシャドウつけてんの分かんない。そう、ライブまであと4日なんですよ。あと4日。なんか乾燥肌なんて、乾燥肌だし敏感肌だから、すっごいニキビできやすいんですよ。27日に肉の当たった、おめでとう。すごい、やっと楽しみ。月曜日のそう昼公演は出れないんです、中学生と小学生は。ちょっと待って、メイク動画漁ります、ちょっと。キラキラもつけたんだけど、あんまわかんないんだけど。画面越し倒らないな。なんか変なとこにキラキラついてた。全然伝わんないわ。まあ、いい。え、なに今の、今なんか降ったよね。なになにか、え、なにこれ、犬パンダ、キツネ、なんだろう。すごっ。あ、待って、なんかここにもある。ツインテールってやつもある。え、かわいい。今日をツインテールにした理由は、ツインテールの日です。あ、いいツインテールの日だけの日なんだったからみたいな。なんかファンの方がハッシュタグいいツインテールの日みたいな感じで載せててくれたんだみたいな。じゃあ今日ツインテールでショールームしようって、発明しました。発明っていうか、そう、いい夫婦の日のいい日を、テイク2、いい夫婦の日でもあるんですよね。知ってました知ってました。知ってました知ってました。で、あの鼻をちょっと、鼻あんま高くないんで、ななかちゃんみたいにもともと鼻が高ければいいんですけど、鼻が低いんでノーズシャドウをしないとちょっとって感じなんで、させていただきます、すいません。チュルチュ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 。あ、いいニャンニャンの日でもあるの？すごい、22がつく日ってすごいね、いろんな日が。
鏡スイッチに見える。あ、確かにわかるわ。ここがあれでしょ、なんかリモコンみたいなやつで。そう、今日ショールームしたのは3つ理由があって、まずツインテールの日でツインテールしようって思ったのと、あとにわかせんべいと、あ、1つ目はにわかせんべいなんですよ。うわよいしょよいしょ、筆落としちゃった。そう、にわかせんべいのコラボのあのお面みたいなのを一人一人、メンバーの一人一人、小田さんイラストのを描いてくださって、それを私今持ってるんです、ちなみに。だから皆さんにお見せしようと思って、ちょっと一旦ちょっとメイクを終わらせたいなっていう。そうなんです、鼻高くなった、ちょっとほら最近メイク上手くなったと思います、自分で。初公開です。え、じゃあそのお面つけて登場するんで、まあナイスリアクションしてください、みんなで。おおとかなんかもうあのコメント打っといてください、もうすぐ送れるように。かわいいでもなんでもいいんで。打ちました、打ちましたか。見せちゃって大丈夫です、似てますよ結構。じゃあいいですか、じゃあいますね。3、2、1、じゃん。ね、どう、似てない。目に光があるんですよ、こうやって白いやつで。かわいいでしょ。とすごい一気にバーってコメントきた。小田さんのです、小田さんのですじゃないけど、小田さんがすごい。ニコ、これでみんなもゆなゆなになってください。後ろにあのそうユーナのメッセージのがついてるんで、それも見てください、買ってから。ここはまだ見せません、ちらっていうか。可愛いでしょ、みんなユナになってくださいユナになってください。あと博多の方言みたいなのも書いてあります、後ろに。お見送りでそれつけたらおもろい。え、じゃあつけて、みんなつけてください。似てるでしょ。チュッチュッチュ。わ、すごい、髪の毛で飛んでる。ギフトが髪の毛で飛んでる。どういうこと。あって面白い。え、かわいい猫ちゃん。マカロンに入ってた今。かわいい、すごいかわいいギフトが。可愛くない、すごいもうお気に入りで。この前の妹が配信にちょっとで声出演した時に、妹が反対側でもうずっとこれつけてこうやってやってて可愛かったです本当に。似てる、もうこれだけでショールームできるんじゃないこれ本人してなくてもバレないんじゃない、これだけで喋ってたら、バレないこれで。ツインテルかわいい、ありがとう、やった、ツインテル。髪意外と長いんだよね、ゆうな。あと2つ目の皆さんにお知らせしたいことは、ゆかゆかのです、ゆかゆかの頑張ったでしょうと MVP が、6期生が18人いるんですけど、1ヶ月に6人6人6人で3回に分けて出て、6人のうち2人がその MVP と頑張ったでしょうで11月に行けるんですよ。だから13日もし空いてるよって方は
見に来てください、見に来てくださいっていうか、他県とかの人とかは配信で見てくださると嬉しいです。仕事はしょうがないよ、仕事は全然しょうがないです、全然しょうがないですとか言って社服とね、かぶってるってね、見ました見ました、見ました、見ました、どんなんなんだろうね、うわ楽しみ、だから盛りだくさんだから盛りだくさんなんですよ。え、言っていいですか、ちなみに26は26コンサート、27ニコ生、28コンサート、30日によかよか、盛りだくさん、配信見てください、コメントもお願いします。だから3日連続と1日空いてみんなに会えますということで、26、27、28と30、最大で4日連続ではないですけど4日間会えますっていうお伝えします。あ、待って、ほらちょっとアイシャドウしてるね、ちょっと目のとこにキラキラ入れよ、目のとこにキラキラ入れよ、みんながね目の下に入れてるキラキラ可愛いって言ってくれて嬉しい。あ、何、パンダちゃんか犬かわかんないけどありがとう、いっぱい降ってる、永遠に降ってる、すごい、ちょっと待って、ラメラメ、キラキラどこ行った、あった、あ、パンダちゃん、パンダ、何これ、本当にわかんない、あ、待って、2種類あるんだ、パンダと犬みたいな、すごっ、パンダマンみたいな、ニコ生楽しみでした、コンサートとニコ生嬉しい、見て、ユーナが使ってるラメラメロマンドのやつです、はいコンサートを楽しみに毎日頑張れてる、え、嬉しい、じゃあコンサートも楽しみに楽しみに待ってください。ニコ生ね、だって結構当選者率みたいな高くない、倍率高いよね、あれ当たるのすごいと思う。ご飯食べてたら始まった。あのね、あの本当に急でした今日は。予告がいつも急なんですよな。わかるかな。なんかあんまり伝わ、写真とかではねわかるんだけど、配信なんか画面越しだと伝わんないから。あ、わかった。これ。すごい、また犬まん、鍋猫っていうのもあるんだ、すごい、名称が分かんないからな、何々ありがとうございますって言う、あ、これが鍋猫って、あー、これマカロンの中に猫入ってるのかと思ったマカロンの中に、そう、マカロンの中に入ってると思う、ほらこれこれこれ、マカロンの中に入ってると思った、マカロンの蓋みたいなやつ猫がパカっていくことだと思った、鍋なんだ、ゆなちゃんシーンとか使うことある、なんかロッキーのみんな結構使ってて、だから最近あのお母さんに買ってもらおうと思って、あんま通販をしなくて自由とかが多いんだけど、シーン買ってみようと思って、今お気に入りに入れてるやつがあるんで、パーカーとか肩掛けバッグ欲しいなって思ってたんですけど、自由で買っちゃったから、ワンピースとか冬服のワンピースとか買いたいなって思って、あ、鍋猫だ、かわいい、にゃん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 、え、なにこれ、鍋の中にまんじゅう入ってたなんかいろんなギフトあっても頭が追いつかない、すごっ、いっぱいあるんだ、そっか、期間限定とかが追加されてて、あーね、なるへそ、なるなる、なるへそ、お腹いっぱいだ、本当にいっぱい食べた今日、ママの作ったサラダと、あとイカ食べたんです今日、イカとかタコとかおつまみ系好きなんですよ、いうの結構、だからジャーキーだけ、あと
なんだっけあれ忘れた寒くないです半袖なんですけど、レッスンある日は半袖で動き回ってて、で今日普通にレッスン行くときに外を周りを見たら半袖着てる人誰もいなくて、えって思って、ユーナだけでした半袖ユーナだけだったんだけど半袖。そうそうそう、燻製とかおつまみ系が本当に大好きで、おつまみ系好きだねって言われますお父さんとかお母さんに。ちょっと味が濃いのが好きなのかもしれない。見て髪の毛でマフラーできる本当に燃えてそうじゃない、ほら遠くから見たら、あ髪の毛で泳いでる子だ、ユーナも、ユーナも泳いでるよ、ほらぐるんぐるん見て一緒じゃない、完全いっちゃいた机があるんですよ、でほら完全一致やん。なんかさあるよね、小学クラスに一人はいる人でみたいな、あのクラスで一番長く半袖着れる大会みたいなあるくない、なんか一人はもうえ寒くないっていうのに半袖着てる人とかいない、たまに。あ来たもう似てるよ、同じじゃん、ユーナじゃん、これこれユーナじゃんほら髪長いの何センチあるかな、これが16くらいだから1632、48と54とかかな、そんくらい、一年中半ズボンの人、えすごい、一年中半ズボンはすごい、寒いよあれ、さすがに一年中は難しいかも、一年中半ズボンすごいね。あそうだ、今日ねもう一個伝えたいことがあったんだ、コメント読んでたらねいつも思い出すんです、あのちょっと言うの気づいたことありませんか、顔で。じゃあ正解言います前髪をちょっと昨日の夜切ったんですけど、あの思ったより切っちゃいました、あの思ったより切っちゃいました、本当はねここら辺くらい、うん、ここら辺くらいまで、ちょっと目のちょっと上くらいに切ろうと思ってたんだけど、ちょっとしくじっちゃったそうだからママに幼くて清楚に見えるって言われた、イエーイ稲田についてまとめた画像どうだった、全部見たよ、で写真も保存しました、写真とか文章みたいな書いたやつ、写真もさところどころに入れてくれて本当に嬉しかった、ああいうの本当に感動しても泣きそうになった、もうファンの方が優しすぎて嬉しいです、チュピタンありがとう、いつもあげてくれて優しい、ありがとうそうお母さんに本当に清楚みたいでいいねって言われた、みたいでってどういうことって思ったんですけど、清楚みたいって確かそう言われました清楚だったっけな、なんだっけ、清純そうみたいな、清潔そうじゃない、なんだっけ、幼そうみたいに言われた、確かに清、うん、だからあのこうやって前髪を切ってたんですよ、こうやってチョキチョキチョキって、でこっちのここ右側は普通にこうやってあのちゃんと切れたんですけど、こっちがもうざっくりいっちゃって、間違えて、本当に手が不器用なんですよ、だからなんかこっちにだって短い方に合わせないといけないじゃないですか、だから長い方に合わせれないから短い方に合わせたらこんなになっちゃった、悲しい、
れ待って、くしどっか行っちゃった。まあ、いや、もうちょっとまだ手があのあれなんですよ、あんま得意じゃなくて、手の手芸とかがあんまり得意じゃないです。なんだっけ、玉留めみたいな、最後に布を糸がピーってほつれないようにこうやって玉留めするんですけど、玉留めは難しくてこうやってやるんですけど、なんか結べなくて、こうやって玉留めだけ本当に一生できないんですよ。玉留めはむずい、難しいです。だからいつも友達にやってもらってる、不器用な子がいるんです。友達に手芸だけはちょっと、手芸だけはっていうか手芸は苦手です普通に。なんでだろう、しかもなんか苦手です。ミシンは習いました。ミシンはなんかなんだっけな、ユーナが使って針が折れたのかな、なんかユーナだったっけ、わかんないけど、ユーナが使った時にわかんないんですけど、なんかボーンって急に針が折れちゃって、あれユーナの前の人だっけな、わかんないけど針が折れて、それがちょっと怖くて、ちょっとトラウマ。ミシンの針折れるってちょっと怖くないですか、結構怖い。ハンバーグのピクルス食べれる、ピクルス食べれますよ。ピクルス美味しくないですか、まあ、めっちゃ好きってことではないんですけど普通に食べれます。前髪ね、今日ロッキーのみんなにも間違えてなんか短く切っちゃったんよって言ったら、え、似合ってるよって言われて嬉しかった。最初はえ、もうやだって思ってたけど、本当に失敗した。本当に単純の失敗。 JC ですか、 JC っていうのかな、中学2年生です。まあ、おかしかった、中学2年生です。14歳の中学2年生です。22だからコンサートまでにはもうちょっと伸びてほしい。ちょっとこれはもうお前言う、お前だけオンオフ、なるくらいなんですよ本当に。オフ眉か、オフ眉か、ほら朝起きたらちょっとくるんって寝癖がちょっとついてて、こんくらいちょっとあらってくらいで、だから頑張ってこうやってちょっと抑えて、まあこんくらい、本当にギリギリ、もうすぐ眉毛のこんくらいまでいく。危ない、だからもうちょっと、もうちょっと伸びてほしい、あと 0.34 ミリくらい。でも言うの長い時が多かったか、 HKT 入ってから、そう、巻かなくてもいいくらいなんよ。だからあと 0.3 ミリくらい伸びてもらったら本当にちょうどいいと思う。でもね、いつかはあのおでこ出したいんですよな、こうやってななかちゃんみたいな、ああいうちょっとここら辺まで前髪伸ばしてこうくるんみたいな、ああいうのがやりたい。もうちょっと大人になってからやろうって思ってる。もうちょっと、もうちょっと、今はまだいいかなって。ちょっとお化粧道具直さないと散らかっちゃう、散らかっちゃうわ。ほら、オッケーオッケーオッケー、うわっ、ここ不安定だから落ちちゃう。最近買ったコスメ、ティルティルです。もうな、最近買ったってくらいなんか文字がもう消えちゃってるんですけど、ちゃんと使ってる証拠です。ティルティルのユーナは何番だろう、なんか赤の、赤がおすすめみたいな、ツヤが出るからおすすめされた。涙袋も強いので、良き、良き、磨き、良きバランス、良きバランスです。おお、やった。涙袋は自慢できます、正直言って。でもちょっと鼻が
と団子パンなんで、もうちょっと細くなりたい、細くなりたいっていうかこんくらい、本当にななかちゃんの鼻が理想、本当顔整ってる、なんか自分の顔にコンプレックスあるとこあるのってくらい、おでこも綺麗だし目もバッチリだし涙袋もあるし鼻も高い、もうこんなすっごい高い、今くらいがちょうどいい、本当になんか自分的にもあんまり気にしなかったけど、みんながさ前髪めっちゃ過去一なんか過去一いいよみたいな、過去一好きかもって言ってくれて、なんかちょっとあれいい案がいいかもって思ってる。あのね、櫛でちょっと前髪溶かしたいんだけど、櫛どこ行っちゃった、あった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 わあったわ、確認こうやって、え意外と似合ってる、似合ってたりしちゃって、え本当に信じるよ、嬉しい。でも大眉だっけ、眉毛よりは上はさすがに行きたくないです絶対似合わないんで、え本当にやったもう浮かれた浮かれた、やったね。今日は40分から誕生日マッサージ、ふうは本当にコンサート楽しみだ、その20なんだっけ27のニコ生も楽しみだし、楽しみ楽しみ楽しみだよ。ちょっとこの子と前髪今同じくらい長さ、ちょうど同じくらいじゃない、シャキンシャキン、妹さんは今日はショールームでないの、今日はショールームでないですもう言うなファンじゃないよ妹を楽しみにしてたらダメですよ、可愛いでしょ、よかよかメンツが濃いすぎて逆に心配、確かに確かに怖いよちょっと怖い、混ざるな危険とかありそうだし怖いですね、え怖いかも、本当にこういうめっちゃ濃いじゃんね、え大丈夫かななんだ妹さんいないのか、おっとそんなこと言っちゃっていいのかい妹は可愛いのは認めるんですけど、ユーナを100倍ユーナの8割を清楚にしたみたいな感じが妹です、多分妹本当におとなしいです、あんま喋んないだけ、仲いい子の前でガーってなっちゃうタイプ本当妹清楚だと思う、これが清楚なんだなって感じのお見本、最近ユーナに会いたくて仕方ない、ユーナも会いたいよ、みんなと至近距離で、至近距離で会いたい、近距離よかよかは至近、あれは至近距離かな、ユナのファンも来てくれると嬉しいな、あちょっとここに横にテーブルあるんで本当にぶつける危ない、これちょっと危険な行為、こんなことしたらぶつけちゃう、テーブルチュン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 、ハート、最近思ったのがハートって何種類あるんだろうって思って
1、2、3、あ、違う、4、うん、あれ5、6、7、7種類、あれハトって200種類あんねん。アンミカさんの白って200種類あんねんのやつだ。みんなと至近距離でこうやってハートできる日を待ってます。お、いいつなぎ方した。いいつなぎ方した。やはり前世もアイドルだったとしか。やっと嬉しい。そんなこと言われちゃってゆうなちゃん照れ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 。詰まった。本当にこれお気に入り、かわいい。もうこれ寝るときにアイマスク代わりにしてこうやって見ようかな。これでこれ寝ててもバレないんじゃない、本人通り過ぎて。こうやってユナだよ、いつもニコニコユナだよ。ゆいなに怒られる。ゆいなのパクリです。これはニコニコゆいなちゃんのパクリです。前配信あるかもワンちゃんって。ゆいなだよ今日はーとか言って、授業中に使うみたいな。学校の先生にこうやってバレないように。いいツインテールの日。そう、これアイドルとかにならなかったら知らなかった。そんないいツインテールの日とか、推し、いい推しの日だっけ、推しの日とか全然知らなくて、アイドルになってなかったら知らなかったなって思うことばっかです、ツイッターは。なんか前髪が全然崩れない。何もケープとかで止めてないね。こうやってやったら崩れるけど崩れた。いつか高いツインテールしてるユナのみたい。ツインテール本当に似合わないんですよ。こんくらいのってことでしょ。本当に似合わないんですよ。やったことあるんですけど、えってくらい似合わなくて、多分本当に似合わないですね。びっくりした。なんか長い前髪があったな。なんかね、長いのがねちらほらある。やっぱ自分で切るの本当難しいです。最近自分で指の追いかけっこにハマってて、こうやって怖い、自分でも怖くなる。なんかこうやってやってんの怖い、自分で怖い。なになになに、またスクショ溜まったら動画作るね。嬉しい、本当嬉しいんですよ。もう作ってくれるくださることが。編集とか結構大変ですよね。言うのも自分で、自分っていうか、まあ自分で妹とのツーショットのやつ音楽に乗せて自分で自己満で作ってたりとかするんですけど、たまに本当に編集とか、その写真と写真の間の切り替わるあれとか、なんかいろいろ選択するのみたいな、難しいと思って。言うな、あんまり機械得意じゃないんですよ。機械音痴の方だと思うんですけど、だから作れるの本当すごいなって思って、しかも何分とかのやつを全部見てますから、目力で全部見てますから。
方へおすすめの福岡グルメありますか？やっぱ一蘭は食べてほしいです。絶対に一蘭は好きなんです。一回しか食べたことないけど、一日回しか食べたことないんですけど、一蘭は本当に美味しいです。好き。ラン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 。あとは、あと何があるっけ。あとでもラーメンとかがさ人気ですよね、福岡。なんだろう、わかんない、あんまり。あ、明太子ね、明太子とか、もつ鍋ね、もつ鍋結構みんな、え、おいしいみたいな言われました。あと、帰りのお土産には帰りのお土産にはあのね、あの帰りのお土産にはっていう前まで頭の中にあったんですけど、喋り出したらなんかどんどん消えちゃう症候群なんです。ホルモンとか絶対食べて帰った方がいいと思う。本当に美味しいって言ってくれる。そう、通りもんとにわかせんべい。にわかせんべいも喜ばれるし、通りもんはパパとかがお仕事の出張行くときに通りもん、他の県の方に通りもんあげたらめっちゃ喜んでくれるみたいな言ったから、通りもん結構おすすめです。鳥も初めて食べて感動した。そんなに？そんなに？ほんと福岡美味しいものいっぱいあるんで、福岡に来た時はもう端から端まで食べて帰るといいと思います。全部全部食べる。でも美味しいな、あ、このお店美味しそうって思ったところは入って、多分外れとかはないと思います。あんまり外れた、え、いや、もうしくなかったって思ったことないないです。全然福岡のうどんなんか柔らかいですよね。すごい柔らかうどんみたいな、柔らかうどんめっちゃ好きなんです。言うな、硬いうどんじゃなくて柔らかいのめっちゃ大好き。ピンポン。あと福岡はなんか世界じゃない、あの日本の中で47都道府県の中で一番焼き鳥の店舗が多いって聞いたことある。かわいい。仕事中だけどこっそり見てる。あ、やっちゃってます、やっちゃってますよ。誰、会社の人やってます、この人。あれ、見ちゃってます、勝手に。最強ツイン、本当に最強ツインテール、似合いすぎてキュンしする、キュン。焼き鳥出てきたの偉い。よし、福岡のこと知ってるんで、はい、大丈夫です。知ってるんで、福岡育ちなんで知ってますよ。髪長いでしょ、すごいね、多分50センチはある。さっき指でこうやって計算したけど、わかんないけど、あ、早くみんなと会いたいな、楽しみ。豚バラ美味しいよね、美味しいよね。もう焼き鳥すっごい好き、大好き。家族で誰かの誕生日に焼き鳥屋さん行くこととかもあります。焼き鳥大好き、めっちゃ。
最近水をよく飲むようになってすごいいいなって思って、なんか水飲むと結構なんかいいらしい、知らないけどママが言って、なんかちゃんと吸収されてるかみたいな、だからお水いいらしいよ。あとでもお水、冷たい水ってより、なんか朝起きたら白湯飲んだらいいみたいな、なんかのテレビで見たんですけど、女優さんが朝白湯飲んでてめっちゃ白湯いいですよみたいな言ってたのを見て、へえと思って、だけどあんま温かいお水は好きじゃないんですよ。温かいお茶とか好きなんですけど、お水は冷たいのかぬるいのが好きです。めっちゃわがまま、冷たいのかめっちゃわがままじゃんね。1日2リットル飲むのがいいらしいですね。2リットルはさすがに飲めないから 1リットルとかです。今日は1リットル以上飲んだと思う。500ミリリットルのペットボトルにお水入れて持ってるんですけど、2杯分とか2杯くらい飲んだから多分1リットル。もうちょっと最近顔が太ってき始めたんで顔が最近太ってき始めたんで、思い出した、今日あのみんなに言おうと思ってたことあって、普通になんか今日あのうららちゃんとりんかにも相談したんですけど、あのえこれ違うと思うって言われたんですけど、ちょっと話していいですか。最近怪奇現象起きるって言ったじゃないですか。であの昨日普通に目覚ましをかけてたんです、朝に朝起きるためのっていうのは本当に朝に弱くて、目覚まし1個じゃ起きれないから2個置いてるんですけど、その目覚ましがあのかけてる時間にお母さんがお仕事行く前にこうやって見たんですよ。ちゃんとゆうなかけ忘れてないかなと思って見た、ママお母さんがどっちでもいい、ママでもお母さん、ママがそうあの確認したらどっちも止まってて、時計が一つは12時に、夜の12時に止まっ、もう12時から進んでなくて、秒針と時計が、でもう一つは4時に止まってて、えって思って、どっちも止まることってあるのって思って、でもリンカに言ったら、それ怪奇現象じゃない、何でも怪奇現象にするのよくないよって言われました。どっちなんだろうって思って分かんなくて、でも同じ時間に止まるならなんかまだ分かるけど時間違うのにどっちも止まるってなんか怖すぎて、普通に怖かったよな。怖くない、どっちも止まってるんだぜ、だって怪奇現象って思っちゃう、ユナだったら。だって最近いろんなことが起きすぎてんのよ。電池切れじゃない、普通にお母さんがしてっとしたらまた動き出した。リンカちゃん本当は怖いんだな、絶対怖がってますよ。そんなことないよみたいな感じだと思います。怖くないとかありえるんだって、めっちゃ言うの普通に怖くて、それ寝る前に聞かされたんですよ。実はこんなことあったんだよ昨日みたいな、あ今日の朝みたいな、みたいな超びっくりして、衝撃すぎて、もうだって怖くて夜寝る前に伝えないでよって思ったんですけど、びっくりした。待って、リップが見当たらないよ、なんか喋ってるとさどんどん落ちてきてさ、後ろとかそういうの良くないですね。何もないし、何もいないし、良くないですよ騙すのは。電池は切れてなかったんですよ。普通にまたセットして動き出したんで、それはないと思うんですけど、怖い普通に。いや発色です。クリナさんからもらったリップ。時計止めるだけじゃないんですって、それがいろいろあったんですよ今まで。本当に怖くて、これショールームで話したっけな、話したか多分、なんか夜中にすっごい鉄の音が鳴ったって話したよね。工事現場じゃないみたいなみんな言ってたけど、
いや本当に、言ってた？言ったっけ？待って、いろんな人に話しすぎて、いろんな人にも怖さを共有しようと思って。いや止めてないですって、絶対だって止めれないし、あの一回あの言うなって本当に起きないから、2個やってない人しかも。だからあの足元のちょっと遠くに置いてるんですよ。立たないと止めれないみたいな。本当にこうやって寝ながら止めれるようだったら絶対もう二度寝するから。だから自分で止めてるのは絶対ないんですよ。足元にもしかも遠いし。この話したっけ、なんか夜中にすっごい音鳴ったみたいな。どっちだっけ、少量で話したか分かんなくなっちゃう問題。夜勤前にうねうね見えて元気もらいました。頑張りそう、頑張って、お仕事頑張ってきて。話したっけ、話したか、聞いてない？怪奇現象ありすぎて本当になんかいろんな、なんかよくないよね。でもこんなこと言ったらこの時間だし本当に寝れなくなる。本当にダメだよ、ダメだよ、よくないよくない。もうそろそろじゃあ帰っとこうかな。言ったっけ、本当に覚えてないんだけど。やばい、記憶力がなんか最近低下してて。そういえばゆうなやながピピちゃんと写真撮ってくれたのめっちゃ嬉しかった。だって言ってくれたからで、オンラインしか撮ってって待ってるって言ったから。お風呂入っててよかった。よくない。よくないわい。全然よくない。本当に怖かった。普通に。明日も配信する。明日は配信できないと思うけど。どうやろう。まだ明日がよくわかんない。だいたい当日に決めてるんです。本当にいつも。晩ご飯食べててよかった。うわ、ゆうながみんなにこうやって話をしてるの。でも本当に怖くて、その音のやつが一番怖くて、一気にふわって青ざめたんですよ。超怖かった、やばい、鳥肌立ってくるもん、どんどん。しかも絶対うちの家の中なんですよ。でママも起きてて、その時はだから、えみたいな顔合わせて、本当に怖くて。一緒にお布団入ってたんですけど、ママとこうやってわーってこうやって横になりながらこうやって話してたら、急にもう音が聞こえてきて、いや工事の音が家で鳴ってるみたいな、すっごい怖くて。すっごい怖かった、びっくり、びっくりドンキー。棚から何か落ちたんじゃなくて、連続でずっとカン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 みたいな、だからえみたいになり始めて、超怖くて、もう全然その30分後とかにも寝れなくて、本当に怖い。何で表せれない音、なんか金属と金属がぶつかり合ってる音みたいな。でも家の周りどこも工事してないんですよ。本当に半径 100m 以内は絶対工事してなくて、半径 500m とかもなんもなんもなんも、誰も工事してない、絶対に工事してないです。本当にだからこそ怖いんですよ。誰もだって家の近く最近引っ越した人もいないし、工事もいないし、多分工事は絶対いないし。何ラップ現象って、怖っ。しかも結構な音だったよ本当に。
でもみんな推測するけど絶対違うんだよ、それじゃないよ絶対。だからこそ怖いの、重なってるから怪奇現象みたいなのが。何でも怪奇現象に決めつけるのは良くないよ。でも今まで鳴ったことなくて、しかも夜中の12時くらいなんですよ。へえと思って、ほんと怖くて、さすがに怖かったです。それは目覚ましのは普通に、今までのこの一連の流れなかったら普通に、あ止まった、どっちも止まった、すごっまぐれやんみたいな感じかと 思うじゃん、普通は思うんですけど。言うのはみんな何なんじゃないって言うけど、面白すぎる。ポルターガイストは面白い本当に。それだって、それでも嫌だ、それでも嫌だ、中にカンカンなるの怖いよ。うん本当にこれ一人暮らしじゃなくてよかったと思った。一人暮らしだったら本当にダメだ、多分もう気失っちゃってる、本当にちょっと。いや怖かった、かなりの大きい音で、嘘でしょって思って、で幻覚って、幻聴って思ってママに言ったら、じゃママも青ざめた顔してて、本当にびっくりした。怖い怖い怖い。じゃあもうすぐダンジョンムから絵描こう。じゃあ1位の人の絵とかもアイコンっていうかアバター描いちゃうんで、順位変えちゃっても知りませんよ知りませんよとか言って、よいしょ。で36色の、ママに買ってもらったんだ自慢自慢、もう買ってもらったんだ。来た、 UFO 墜落したとか、そっちの方がまだいいかも、怖くない、そっちの方が。かわいいね。サラがね、外じゃないけど部屋の外で泣いてる。サラちゃんかわいい。俺も中にどんどん落とするから、外出たら蚊が布団叩いて、蚊が布団叩いてたってどういうこと、カオスすぎやない、どういう現象よ、面白すぎる。待って、あらなんかどんどん物がなくなってくる。ちょっとアイコンを拡大できるやつとかないんかな。ああ間違えた、変なとこ拡大しちゃった。あいける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 、拡大できたよ、拡大できた、44。うまいんじゃない？え、うまいうまい、めっちゃうまい、ゆうな。ほんと最近うまくなりすぎてびっくりびっくり。もく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 、お、うまい。あとは色付け。
の色にしようかな。どの色が一番似てるかな。これか。あんま全色使ったことないから思ってたのと違ったみたいな色ある。あ、オッケー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 。大丈夫です、振りじゃないですよ。本当に実際上手くなったんですよ。すっごい自分でもびっくりするほどに。信じてお待ちを。わ、上手上手上手。うますぎ。よし、決めた。イエーイ、完成。ちょうどいい時間ではないのでしょうか。じゃあ一回お水をお口に含んで言いたいと思います。ちょっと乾燥しちゃう。準備 OK。 さっき拡大しちゃったから自分の画面を。戻らない。あ、戻った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 。 OK。じゃあ読みます。13位からいきます。間違えた。13位、エビーさん、ありがとうございます。13位。12位、ノッツさん、ありがとうございます。11位、クロちゃんとマクロダさん、ありがとうございます。10位、ほほえみこポップコーンさん、え、初めて誕生、すごい、ありがとうございます。9位、今日このごろさん、ありがとうございます。8位、トモアットマークユナイナ軍団さん、ありがとうございます。ユナイナ軍団。7位、葵ちゃんさん、ありがとうございます。6位、みずきちゃん、ありがとう。5位、マトさん、ありがとうございます。4位、あかねたん、あかねたん、ありがとう。3位、たけたけアットマークウルアイナ軍団姉妹推しさん、読みました、さっきちゃんとコメントのとこで、ありがとうございます。いえいえ。2位、銀メダル、あ、待って、銅メダル、すいません。3位、銅メダルはたけたけさんです、ありがとうございます。2位、銀メダル、滝安アットマークいなの軍団さん、ありがとうございます。表彰表彰。じゃあ最後に1位の発表します。金メダル、いくよ、せーの、じゃらん。あ、待って、なんかちぎれちゃった、こっちが。1位、チュピタン、ありがとう。ありがとう。といつもあの川島優奈ってつけてくれれば全員見てるのでありがとうございます。本当に嬉しいです、ありがとう。ピース。ありがとうございます。でも上手くなったでしょ、ほらね、えどうよどうよ、ねえ。いいですか、じゃあ見納めで見納めでとか言って、ね、上手になってるの本当にタブレットで練習してるんで。ありがとう、みんな今日見に来てくれて。緊急、急にショールームやろう、あ、やりますって言ったのにもかかわらず1429人、ありがとうございます。ペコリンゴ。
じゃあ45分、ちょうど1時間かな、ちょうど1時間か経ったので終わりたいと思います。ありがとう、みんなありがとう、バイバーイバイバーイ、ライブ楽しもうね、バイバーイ。